毎度、徹子です。中国発の新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、中国の工場が閉鎖しているので、韓国の自動車メーカーは、部品調達に支障をきたしていて、早速、現代自動車が工場の稼働を停止しました。工場の停止は自動車メーカーにとどまりません。中国産部品の供給不足によって、バッテリー、半導体、家電など、韓国経済全体にダメージを与えそうですね。ニュースの詳細。現代自動車は、4日から11日まで、ウルサンなど国内工場の稼働を順番に停止している。7日からは、国内の工場がオールストップする。新型コロナウイルスの感染拡大で、中国産部品の在庫が底をつき、ドミノシャットダウンという事態に直面している。工場の稼働停止が長くなると、現代自動車はもちろん、韓国の部品メーカーも大きな打撃を受けることになる。中国産の部品供給が滞れば、自動車に続き、バッテリー、家電、ディスプレイ、半導体などの国内の産業界全般を襲うという懸念が、ますます大きくなっている。とのことです。あかん!現代自動車が、すべての国内工場を稼働停止にする理由は、中国から取り寄せていたワイヤーハーネスの在庫が底をついたから。完成車は数万個の部品の集合なので、部品が一つでも欠けてしまうと組み立てることができません。ワイヤーハーネスは、電源供給や信号通信に用いられる複数の電線の束と、端子やコネクタで構成された集合部品で、自動車の車内配線など、高性能かつ多機能な機械装置の内部に数多く張り巡らされていて、人間で言えば、いわば、神経や血管に相当する非常に重要な部品です。この重要部品は、車種やモデルによって配線構造がバラバラなので、互換性がなく、そう簡単に他社製品に切り替えることができないそうです。マジで。12日から工場を再稼働するつもりのようですが、予定通り稼働できるのか疑問です。新型コロナウイルスの猛威はまだ収まっていないので、中国の工場が予定通り9日以降に再稼働するかは不透明。事態が長期化すれば、韓国国内の自動車業界の被害が雪だるま式に増えて、体力のない部品メーカーが次々に倒産しちゃいそうです。中国からの部品供給が滞ると、被害は自動車業界にとどまらず、バッテリー、家電、ディスプレイ、半導体などの産業界全般にダメージを与える可能性が高いので、韓国経済が失速することは確定なのかなって思います。日本企業は、この際、中国から足を洗った方がいいんじゃないかな。こちらが韓国の反応です。休むのはいいけど、なんで、賃金の 70% を支給するの?やはり貴族労組は特権階級なので、他の従業員と待遇が違うな。中国に進出した時から、このような事態が起こると思っていた。企業は、国内工場を自動化させて生産性を上げることもできたのに、メリットが低い人件費だけの中国や東南アジアに拠点を移転させ、からこうなった。ワイヤーハーネスは、以前は、全部国内で生産していた。結局、すべてムンジェインのせいだ。最低賃金、週52時間制などといって国内企業を締め上げた結果、企業の多くは生き残るために海外に出ていった。日本からは独立しようと言っていたのに、中国には依存しまくり。無労働無賃金が普通じゃないのか。会社の経営が難しい状況なのに、働かずに給料の 70% を支給されるって羨ましい。労組は喜んでいるに違いない。ストをしなくても、勝手に工場が止まるのだから。仕事もしないで遊びながら、給料をもらうっていいよな。現代自動車の賃金の 70% は、一生懸命に働いている中小企業の労働者給与よりも多い。ムンジェインは、中国に対する部品の国産化をなんで先導しないの?自分たちの政治に利用できないものには、初めから関心がないようだ。最後まで見てくれてありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。